南月太陽は日本のプロレスのレフェリー、元女子、プロレスラー。本名は水島夏美。神奈川県川崎市出身。中西百獣に憧れてプロレスラーを目指し、アニマル、浜口ジムで修行後、全日本女子プロレス入団。オーディション審査員の選手代表はジムの先輩でもある高橋七々であった。2003年12月19日。 全女の先輩でもあるハリとの総合格闘技戦で本名でデビュー。2004年1月3日、全日本女子プロレス校楽園ホール大会、高橋博美戦でプロレスデビュー。同年7月、給料未払いの理由で対談。2005年5月、我が東空にゃん入団。同年6月4日、板橋グリーンホール大会の1位枚戦で、夏木ヘッドとして再デビュー。 2006年6月、ドリームキャッチャーへ移籍。再デビュー後ちょうど1年になる6月4日、新規場ファーストリングの冷戦で卒業マッチが行われた。なお、この試合後の卒業セレモニー中に、小学生レスラー光の持つアイアンマン王座をダッシュしている。2006年10月1日、プロレスリングさん旗揚げ戦の後楽園ホール大会から、夏木太陽と解明する。 2007年2月21日、プロレスリングン新規場大会で、ワールドマイナス1世界女子選手権は、植松墨江、アメージングコングの3部 A マッチで行われ、アメージングコングを破りワールドマイナス1世界女子選手権王座を奪取した。2008年4月25日、サンのホームページ上で、フリーへの転向を発表。その後、高橋七恵、花菜のユニット、 ファッションレッドに参加。2009年5月5日、ネオ女子プロレスの後楽園、ホール大会で、我が党クーニャン時代の同僚霊を倒し、初代ネオ認定ハイスピード王者に認定された。2010年9月7日、スターダムの設立に参加。2011年1月23日、旗揚げ戦の新木場大会に出場した。その後、ヨホートラとのヤンキーコンビ。 川崎葛飾最強伝説を結成。2012年11月25日の新木場大会で、ゴッデス・オブ・スターダム王座を獲得した。2014年1月26日、スターダム後楽園ホール大会にて、6月1日の同所での大会を最後に引退することを表明した。6月1日、高橋七重相手に引退試合を行い、31分28秒。 シャナラッカ百で、ポールされる。最後は交流のないプロレスリングウェーブ所属を含む、多数の選手や関係者、さらに引退した元女子、プロレスラー栗原歩美や師匠、アニマル浜口もリングに上がるセレモニーが取り行われた。会場ロビーには、2010年以降他元を分かっていた、花なからの花もあった。2015年現在ブログのユーザーネームを、夏木アース太陽として、 世界一周の旅をブログに綴っている。また高橋七恵との新会社設立を発表。2015年8月26日、シードリング後楽園ホール大会で南月太陽の名前でレフェリーデビューをする。高速カウントのハイスピードルールを採用。同じスターダムでプロレスラーとして活躍していた相川優月とは親交があり、 相川の結婚式に招待されている。ありがとうございます。